はい、レオンチャンネルです。テレビくん1月号が発売されましたので、今月も本誌と付録を確認しましょう。まず今月も限定ガンバライジングカードが付属してて、仮面ライダースナイプのコンバットシューティングゲーマーレベル3。このフォームも現時点ではここでしか手に入りませんね。絵柄はこのようになってて、コンバットゲーマーを装着してますし、両腕のガトリングガンが派手ですよね。属性はパッションで、カテゴリー1のオーマルでテレビくんのマークもあります。さらにバーストすると必殺技状態、コンバットバスターストライク。最新話では他のレベル3もこのフォームで圧倒してましたね。バースト面のスペックはこうなっております。能力的にも良さそうなので、これは早速使いたいと思います。こういう限定ガンバライジングカードは個人的に非常に嬉しいです。そしてロボットアクションゲーマーのなりきりお面もついてて、今回はベースとアーマー部分で別パーツになってますから、なかなか立体感のあるお面で、さらになりきり度をアップするためのアームもついております。これすごい大きいんですけど、ロボットアクションゲーマーの大ボリュームアームで、いつも左手に装備するものですから、ここに持ち手があって内側にトリガーもあるんですけど、ガチャッと装着して持って内側のトリガーを引くことで、おおわかります？これアームが稼働するんですよ。しかも大人の僕が持っても全然サイズ的に問題ありませんから、これはちびっ子が装着したらロボットアクションゲーマーまんまの大ボリュームだと思われます。動くのがいい。ここがちょい固めのスポンジになってて、近づいて詳しく見るとこのような造形ですね。こういう付録は珍しいかも。このアームには遊び方があって、エナジーアイテムを握って遊んでね、積み上げ遊び面白そう。ではこのロボットゲーマーのアームを使って積み上げてみましょう。お、意外と簡単につかめるかと思ったら、つかめるが積み上げは難しいよっと。いやー、こういうの楽しいですね。こういうちょっと簡単な遊びながらもライダーアイテムを絡ませての積み上げ遊びよ。お、めっちゃ僕上手くないですか？あー、でもしまった。大きいのを持ってきて、あまあこういう感じでいろいろと遊ぶことができます。割とつかめますね。そして本誌の方はというと、表紙の大きなところにドラゴンの力で激パワーアップ、これはハンターアクションゲーマーレベル5。おお、エグゼードも早くもレベル5になりましたね。チラリと中を確認すると、おーっと、これは早くも映画の新フォームというか限定フォーム的なものが載っておりますので、これは映さない方がいいです。もう1ページ目からものすごく新情報。さらに来週登場するレベル5あたりの詳しい情報も掲載されつつ、あ、こんな風に使うんだ。はぁ。というか、エグゼイドのレベル20の画像があるんですけど、一気にレベルが高くなるんですね。で、さらにぶっ飛ばソウル3段の情報も載っております。今回もまた争奪戦なんですかね。あ、ぶっ飛ばソウルこんなの出るんだ。これはちょっと本誌を買ってご確認ください。意外な形で販売方法。はぁ。で、ガンバライジングガチャと変身2段の新情報や獣王ジャー関連に、ウルトラマンオーブももうクライマックスですね。ただオーブは終わんないみたいで、今後はネット配信とかウルトラマンの新番組内で新しいエピソードも放送されるようですね。オーブ人気ですよね。めっちゃ面白いですもんね。食玩とかガチャポンの情報もありつつ、今月は58ページに教えてレオンチャンネルが載っております。新作進化量の後編の動画ですね。
はい、ということでテレビくん1月号の本誌と付録を確認しました。今月の付録はデラックスガング並みの大きなロボットアームが入ってますから、このアイテムだけでも相当おすすめですね。それと意外とエナジーアイテムつかみ遊びが結構楽しかったです。ではテレビくんの最新情報と教えてレオンチャンネルの動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご確認ください。以上テレビくん1月号の本誌と付録の確認動画でした。